笠作雄也は日本の俳優、歌手、プロデューサー、脚本家、演出家。岡山県出身。身長168センチメートル。男性。東京学芸大学教育学部中隊。専門学校 ESP、ミュージカルアカデミー卒業。2011年に岡山県から上京し、音楽活動を開始する。2012年7月21日。 ブリッジの旧主催ライブにゲストシンガーとして出演。2013年リリースされたクリス・ハートデビューシングル、ホーム、デビューアルバム、ハートソングに収録の確かなことにコーラスとして参加。2014年10月にはワンリップスを結成し、優や名義で活動。楽曲内ではラップを担当、楽曲の作詞も手掛ける。2015年1月7日、 オーネジリーの優也として、ドリーム、ステーションジョール原宿での初ライブイベントを開催。同年5月には、株式会社ゴールデンステップスに所属し、ドラマや舞台にも活動の幅を広げる。2016年7月に、オーネジリーを解散。同年8月より、本名の笠作さく優として、ソロ活動をしている。株式会社デジタルクエストが配信しているアプリ、ラブメン。 イケメンの素顔で元気になるアプリの初代ベスト9、ダーリング。2017年8月9日、初のソロ楽曲、神の宝箱を配信リリース開始。自ら作詞を手掛ける。2018年からは、プロデュースも手掛けており、バンドリーに登場するレイズ・エース・ウィーリンのバンドプロデューサーとしての一面も見せる。2020年より、イベントを中心に、脚本や演出も手掛けている。 クリス・ハートデビューシングル、ホーム、デビューアルバム、ハートソング収録曲、確かなことコーラス参加、カッサ名義。デジタルファーストシングル、神の宝箱、作詞、カサ優クデジタルセカンドシングル、君の笑顔作詞、作曲、カサ優クデジタルサードシングル、未来作詞、カサ優ク初の CD シングルとなる、確かな足跡を2018年8月25日に、 発売。収録された楽曲の作詞を本人が担当。デジタルフォースシングル、流星ノート。ありがとうございます。